ハローマムジカです。ということで、本日はファンパレやっていきたいと思いますけれども、ツイッターの方でですね、公式ツイッターの方が、こちらの方でですね、まあいろいろね、更新されてるんですけれども、まず新キャラっすね。イタドリの SSR が来ると、何ですかこの、モブ感は。わかんないけど。強えのか、軽快な体、イタドリユージ。どの瞬間の、なんだこれ。という感じで、これが新しく来ると。ゲーム内お知らせの方で、結構いろいろね、ここのツイッター以外のところもこちょこちょ書かれてたんですけど、結構熱いっすよ。はい、ということでまずは新章がね、1月11日明日の3時から公開されると、それに合わせてバコバコバコっといろんなキャンペーンあるよっていうねお知らせが書いてます。はい、なんか増えてってんな、どんどん。はい、まずこれちょっとね地味に熱いんすよね。強化クエストのドロップ2倍キャンペーン。はい、こちら僕のね、あの初心者向けの動画、効率よくレベルアップする方法みたいな動画出したんですけど、そこでねこういった資料をまとめたんですけど、まあまあまあ残滓のねコスパがね悪いっていうのはね皆さんねご存知だと思いますけれども、レベル80までに必要なね、開示が 16,980 と、まあこれプレイヤーランクは42ぐらいの頃に計算したのかな。はい、っていう感じなんですけれども、だからこれが2倍ということは、まあコスパが倍良くなるってことですよ。はい、2倍手に入ると。だから今日ね AP 無駄遣いしないで明日の12時まで我慢して、そこでゲットするようにした方がいいかと思います。まあ回想の通りね、俺全振りで、ね、使おうと思いますね。 AP の方はちょうどねクエストの伏黒のイベントの方も終わってしまったんで、あれ後半とかないのこれ、イベント終了後半とかないのか、とりあえず。まあ、新章にバトンタッチするって感じですね。まあ、この討伐章もね、もう溜め散らかしてね、一気に引こうかと思ったんで、20万あるんですけど、まあ、これもね、そのうち引けなくなってしまうので、1月15日までですね、あと5日間ぐらいで引けなくなってしまうので、引き忘れないようにしてください。ということで、ちょっとお知らせの方戻りますけれども、ドロップアイテム2倍になるっていうところですね。これ熱いですね。そしてキャラクターグレードが9、レベル9解放ということで、91レベルから97に。100は、100はしないのね。だから、グレード10で100レベルに持っていくってことだよね。っていうところの中途半端なところが解放されると。はい。で、これに合わせて、いろいろ呪物収集クエストの、九州の呪霊、聖徳領域 C が追加されたりとか、新しい呪物の追加だったり、ノーマルミッション、キャラランクミッションが追加されるっていうことですね。はい。まあ、これはね、メインで使ってるキャラクターは、とりあえず、急に上げ、っていう感じですかね。これでどれくらい強くなるのかな。レベル80から90で114万必要だからね。だから91から97でこれがどんぐらい必要になるかって感じですか。まあ、200万ぐらいなんか必要な感じするけどね、この上がり方すると。だからこれ考えるとあれか、今回の2倍キャンペーン修練の塔も欲しいのか、難しいな。まあ、だから階層の塔ね、残滓別にそんなレベルアップさせる必要ないからな、よく考えたら。ロマンだからな、どっちかっていうと。どっちかつ被らせる方が重要なんで、まあ、97レベルにはまずしたいな。そうしようか。ちょっとメインキャラクター97レベルまで持ってった上で、階層の塔の方に行くか。ちょっとそんな感じで行こうと思っています。レベル9が解放されるっていうのと、またあとログインボーナスですね。11月から17日に、毎日ログインしてねっていう感じですね。開示の方が合計600個手に入るのか、AP パックも手に入るんでね。まあ、ログインしてればこれ普通にゲットできると思います。はい、で、そしてミッションいつものやつですね。こちらも AP パックがゴリゴリゴリともらえつつ、で、まあ、派遣とか領域調査はみんなでデフォルトでね、ポチポチやってると思うんですけど、毎回あれですね、忘れがちなのがこの呪物収集ですね。呪物収集もクリアしましょうということで、まあ、今回はグレードの追加あるから、まあ、必然的にやるのかな、こっちの方は。まあ、強化クエストもドロップ2倍だからこれもやるでしょうって感じで、この辺は大丈夫か、普通にやってれば。まあ、呪物収集とかね、普通はここね、あんま手出さないからね、もはや。もうグレードみんな完全に上げ散らかしてると思うんで。はい、という感じでミッションがあると。そしてこれですね、軽快な板取り、軽快な板取りユージ体、うん、なんてこれ。はい、で、提供割合の階層アップ残滓がもうすでにありつつですね。名もなき青春と紹介一瞬。まあ、これは嬉しいんじゃないですか、紹介一瞬がピックアップされてるっていうのは。まあ、名もなき青春もね、俺どのぐらい持ってたっけな。あ、かぶってね、解放されてね。あ、これはいいですね。オートスキルが解放されると、自身に復活状態付与1回ってやつですね。あ、これちょっと使ったことねえな。そうだ、復活付与あるんだ。珍しいよな、それあんまないよな。
うん、SSR で復活需要ってなかったんじゃないかな、これしか。そうそう、これで我慢比べと宿儺の器だよね。これプラス、さっきの SSR ってことですよね。だから貴重だよね。復活状態付与がある SSR ってことで、はい。なんでまあこれもゲットできるということですね。そしてですね、この虎杖悠仁がですね、伏黒の領域展開の伏黒と一緒で、ファンプレガチャや各ガチャへの追加を予定しております。まあ工場キャラになるっていうことですかね。はい。まあその入るタイミングが未定ですけど、みたいな。で、コンペンの証交換所にも、追加予定してますっていうことなんで、これもまあ、あれですね。無理なく監督しなくていい案件ってことですかね。はい。いや、どんな感じなんだろうな。ポジションが上がんねえ、このタイミングで。虎杖のなんか、工場を追加してくるっていうのが。なんか、ま、領域展開はないからね。体術周りでより強い。まあ、体術感あるもんな。すでに。まあ、こっちのね、虎杖とどう変わってくるかっていうとこですけど、なんかちょっとあんまり、ちょっとそんな期待感はないですよね。はい。まあまあ当然明日は引いていきますけれども、はい、そんな感じですね。はい、見てください。ちょっとプレイヤーランクはね、ついにね、50までいきました。ちょっとね、年末年始でね、もう全然できなかったのがね、ちょっと痛かったですけども、やっぱり年末年始ね、ちょっと海外行ったり、なんかね、まったりしてると、ポワーンとしちゃいますよね。こういう毎日やってたこともね、ちょっと大阻害になってしまう。はい。だから領域調査はちょいちょいやってたんで。はい。で、あとプレイヤーランクの方もね、結構いい感じに上がっていってるんですよ。キャラランクか。キャラランク400突破したんですよ。これ500までいってる人とかいんのかな？さすがに500はいないか。うん。新しいキャラを育てないからギリ500はきつそうだよな。まあまあ。レベルはね、全然上げる余地あると思うんで、レベル上げながらスキル強化とかも基本的には、これ、普通の受賞のやつが、必要なだけっていうか、この普通の受賞だけで、レベルが上がるやつはもう全部、モブキャラも、R キャラも、SR キャラも全部上げた状態なんですけど、まあ、その辺でやっと400達成したって感じですかね。まあ、あとは本当この、この辺のレベル70とかをちょこちょこ上げていくしかないな。うん、これ R とか SR に関わらず消費するさ、塔じゃない。俺ずっと塔って言ってた、まだ今日。あー、怒られる。ともしびです。はい、ということで、楽しみですね、明日新章。さあ、何分でみんなクリアしてしまうのか、こちら。ちょ、これだけやっていくか、最後の。どんな、もう最初は苦戦したけどな、こいつ。めちゃくちゃ苦戦したけどな。ヤガさんがいなかったんだよ、俺最初に。あ、これ、あれだけか。セリフだけか。特性の影法術、いい術式だ。ぬえ。あ、なんでこいつ使えんの？パクられてるぞ。なんでお前が伏黒の術式使ってんだよ。器への実力のおなじみ。これどういう最後だったんだ？全然読んでねえ。君たちは君たちの力によって破れるんです。で？からの、なんだこれ。お！ちょっとあれかな、スクナ絡んでくんのかな、ついに。スクナパイセン。ここで終わってると。いうところで、いいっすね。ちょっと楽しみだな。まあ、さすがにね、虎杖ピックアップガチャでね、出てこないと思いますけれども、ちょっとじゃあ、ボコすか、こいつを。これでいいか。これでちょっと、やってみましょう。看護はあえて、プラス、赤。ちょっと組み合わせてやりたいな。まあ、敵が持ってくれるかっていうところですけど、はい。いや、苦戦したわ、マジで、こいつ。ちょっと蹴っとくか。召喚一新。ちょっと呪力温存しつつ。敵をね、削りすぎないように。呪力を溜めつつ。あ、結構、あ、結構痛い。いやー、乙骨いねえときついな。乙骨いねえと、ちょっと待って。普通に死ぬ。ちょっとこっちで、貯めるか。呪力ねー、伏黒節約してるとさ、節約しながら攻撃、一番上のさ、なんだ、体術のやつ。なんだっけ、名前。
切り払いか、切り払いばっか使ってるとさ、必殺ゲージがたまんねえんだよな。よしよしよし。うわーマジか。うわーバフ落ちた。バフ落ち。早く溜まってくれ、藤黒。これで次か。いや、藤黒先輩、藤黒先輩じゃない、乙骨パイセンマジで優秀。よし、これで、あ、もう領域展開だけしちゃえばいいか。これで当てて、よだめを増やした後に赤。これスタンもついてくるのがいいよね、看護相手。よし、これでちょっとよだめを、ひだめ増や、これで2回目、もうこれでいいわ、うん、ひだよだめアップは1回だけだけど、からの赤でぶち飛ばします。お願いします。さあどんぐらい入る、まあ、バフがね、ヤガさんしか入ってなかった。まあわかんねえ、見えねえ、なんかあんま入ってなかった気がするけど、今みたいな160プラス20が180万ぐらいだったかな。うん、そんな感じでしたね。はい、ということで明日新章楽しみです。イタドリも楽しみです。ガチャ引こう。